学校を作ろうやっていきます。第2章スポーツ高校を作ろう、不良生徒を構成させつつクラブを全国3位以内に成長させましょう。第2章もこのパートで全て終わらせていこうと思います。南の島高等学校工業科、教頭大筋肉太郎、パワー系ですね。期間2年。おはようございます、撲殺員ドドンパさん。本当に来てくださるとは。私は困ってるところに影つけます。この大筋肉太郎、本校の教頭として心から感謝いたします。手紙を読んでいただいてお分かりだと思いますが、本校は生徒の半数以上が不良生徒という本格的な不良校です。どうか昔のような全国に誇れるスポーツ校に本校を蘇らせてください。早速ですが、明日から新学期が始まりますので準備の方よろしくお願いします。準備ってまたこれやんのか。金は1億。全然金ないですね。あんまりむやみやたらに作れないといった感じ。サッカー施設前作んなかったですよね。野球の横に作ります。よし、こんなもんでいいじゃろう。金は8000万ほど使わせてもらったぞ、筋肉さん。まあとりあえず見せしめに4人ほど殺すかの。撲殺員ドノーパー一応ゾルディック家のいとこなんで、ゼノゾルディックと同い年。おはようございます、校長。今日は入学式が行われます。パッと見なんか不良そうなやつはいないですけどね。こんな輝いた目をしてるんだったら一発ぶん殴れば真面目なやつに戻るそう。お、なんだこいつ。大変です、校長先生。生徒トイレで91君と番長が喧嘩をします。91と番長が。僕らでは止められないので校長先生お願いします。不良生徒87人、一般生徒22人。教師全然いないですね。一人ずつしかいない。前の学校が多すぎてか。ちょっと前みたいな熱血の教師が必要。教育は気持ちの通じ合い。気持ちはどうでもいいっす。若い者には負けんぞ。こういうクソだるい先生いるんですよね。生徒を怒らせたくないですね。今時の生徒は怖いから。気持ちで負けてる。そんなやつはいらん。ちょっとつ盲信の精神は年をとっても変わりません。ちょっとつ盲信でぶち殺していく。生徒の態度がどうであれ私は気になりません。もう逆にこういうのもいいですね。わしが若者に大和魂を叩き込む。採用。私ってバレエをやってる時だけ人格変わるんです。バレエをやってる時だけボコボコにしてしまうと。学校のヒロインになれるよう頑張ろうかな。君は学校勘違いし、私はアメリカンジョークが大好きです。もう生活の一部。めちゃくちゃだるそうですね。授業前に絶対アメリカンジョークを言う。英語の方が熱く語ります。もう私は外国人ですね。この先生は生徒にキレる時だけめちゃくちゃ英語で喋るんですよね。 Fuck You are crazy。 包丁の刃こぼれは許しません。それが僕の料理道。こいつ常に包丁携帯しますね。一番危ないやつだ。いるわ。普段そんな怒んないんですけど、もしかしたら何かやってくるんじゃないかっていう、そういう怖さがある。必ずしも私たち教師が正しいとは限りません。だからこんなやつがいたらうちの指導が崩れる。このリストからも消しといてほしい。僕も学生の頃は不良生徒でした。不良の気持ちはわかります。本当ですか。真面目そうですけどね。じゃあ採用。まあ、教師はこんなもんでいいですよ。校長先生、早く生徒トイレ行かなければ。お前が行けや。お前の方が筋肉あるだろ。あいつは筋肉あるから羽毛筋タイプだと思っていたのに、命じてくれ校長と、そういう風に言ってくれると思ったんですけど、まさか校長自ら生徒トイレに行かせるとは。終わってますな。なんかよ、もうどうでもいいな。この学校でさ、良くない。そうか、まだやる気あるんだな。まあ頑張れよ。不良が多いな。こっちか。どっちだ、女子トイレか。91番長。あ、いいね。ここ男子校か。女子いないんですか。最悪の高校ですね。自分の高校のクラスも女子はいませんでしたが、だいたいこのトイレの外にギャラリーがいるんじゃないですか。喧嘩してたら怠慢でやってる。笹本91、何見てんだよ。おいこら、お前は誰に向かってそんな口を聞いてるんだ。番長の声優は若本さんですね。てかこいつ名前が番長なのか。あ、てめえこそ誰に口聞いてんだよ。貴様、この俺に何という態度だ。許せん。君たち、夢にときめけ、明日にきらめけ、目指せ甲子園。野球部に歓迎します。入りませんか。お、撲殺員ドドンパ、初めて喋りました。こら、君たち、やめなさい。ち、校長か。命拾いしたな。燃やし野郎。91は反論しない。こいつら二人とも
絶対野球部入るでしょ。もうフラグが立ってんだよな、名前からして。ちょっとそれぞれ話を聞きますか。うん、なんでもねえよ。こいつ普通にかっこいいんだよな。それに比べてこいつはちょっとパワー系、角刈り、トグロと同じ髪型しますからね。普通に終わりましたね。自分が出ていったらまた喧嘩するんじゃないですか。大丈夫かな、まあ、とりあえず野球部とサッカー部だけでも作りますか。あ、野球部もいるわ。じゃあ顧問設定します。特待生5人のか。じゃあ全員ぶち込むか。で練習開始。体力のレベルが2ですね。打撃練習、もうクタクタになるまでやらせよう。あ、でも疲労が前の高校より溜まりづらいぞ。全部レベル3にしないとダメなんですよね。柔軟体操、いや柔軟体操めちゃくちゃ疲労溜まるわ。マジか、パワプロのストレッチ的な感じじゃないのか。わしに任せ、オーケー。野球は根性じゃ。あの2人は要注意人物ですぞ。今日は疲れたでしょう。早めに帰宅なされてはどうですか。そうですね、あの91ってやつは150キロ投げるらしいからな。ぜひ野球部に欲しい。あ、生徒指導しなかった、やらかした。ちょっと指導しないとダメですね。不良を少しでも減らさないと。指導されました。1年のクラスに16人もいるの。熱心な指導、毎回3人減ってる。いいぞ。1年組ほぼ死滅。クラスが内気だから、そうか、相性のいい指導があるんだ。明るい指導、根気、優しく指導、 OK。 内気は優しくやるのがいいですね。だいぶ減りましたよ。じゃあ1日の終了。校長先生、おはようございます。 PTA 会長との、ああ、早くお見にならないかな。 PTA 会長好きなんですから。好感度は当然のようにゼロになってます。校長先生、私の作ったお薬を飲みに来ませんか。は、行く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 、めっちゃ行く。2年 A 組、熱心明るい根気、冷静なクラスなんで明るい指導かな。いや根気の指導ですね、これ。根気の指導だと3人減る。 OK、 20人減らしました。あ、生徒誰一人いなくなってます。わしと二人きりになりたいということですか。校長先生、お待ちしてました。出来たてほやほやですよ。多分疲れが取れるはず。飲みますか。副作用とかないんですかね。怖いですね。飲みます。本当ですか。それじゃあお口開けてください。なんか調子が良くなりました。パワーがフル回復。うわ、これはでかい。そのドリンク持ってほしい。もう飲んだ瞬間から欲しくなってる。ガブ飲みして。ただ飲みすぎると筋肉が膨張して知ります。あの教頭も筋肉めっちゃムキムキなんですけど、あの薬を毎日飲んでるんですよね。じゃあ一番不良の多いこの2年 B 組、陽気なんで明るい指導。お前たちダメだぞ。明るくすればいける。この2日でもう死滅しました。各クラスに2人ぐらいになってます。3年 B 組だけちょっと残ってますね。金八先生に頼むか。ここはで、今日は何をすればいいんだ。とりあえず野球部の練習もしないとダメですよね。もう今日は帰るぜ。そうしなさい。どうでもいい学校だよな。俺がいなくても問題ないだろ。いる方が問題なんだ。壊してえな、すべてを。密かみたいなこと言ってますね、あいつ。壊したい。ただもうちょっと成長するまで。ゾク。一番危ないな、あいつ。さあ、今日も練習しましょう。よし、まだまだ頑張りますよ。特待生も全員ここにぶち込もう。疲労全然たまんない守備練習。あ、たまるわ。技術レベルもう少しで2になりますね。守備の練習しかしてないですけど。OK。こんなもんにしててやる。今日は91とか、あの番長はどうしてんだろう。やり合ってないんですかね。トイレで話しかけんな、こら。怖。野球グラウンド行ったら91いるかな。毎日イベントがあるわけじゃないんですかね。まあ一応行ってみよう。失礼します。あいつはいないか。いないですね。じゃあファースト審判やります。アウト。野球部かサッカー部どちらかが全国3位に入ればいいんで、まあ、野球部を重点的に鍛えます。校長先生、本校にも休憩室を設置しましょう。休憩室、不良のたまりますからね。あんまり設置したくないですけど。まあいいでしょう。不良にも安息の地を与えてやらないと。ストレスたまりますからね。ストレスがたまると早く死ぬんで。校長は好感度が低いですな。まあ、好感度はね、無理なんですよ。校長先生、おはようございます。今日もイベントはないか。いや、不良がちょっと増えてるな。まあ、あとは3年 B 組だけなんで。熱心な指導。不良がもうめちゃくちゃ減りました。16人しかいません。勝ち確ですね。先生、4000もあるんで。あの薬を売ってくれ。薬を売ってくれ。体がもう持たん。4000万でも売ってくれないか。1億いりますな、あれ。
校長先生、市長が校長室でお待ちです。校長を超越する存在、市長。いやどうも校長先生、今日は市の代表として寄付金を持ってまいりました。まあ、市長の弱みを握ってますからね。500万円ゲット。これは地域の方々も本校に期待しておられるということですな。もう3日前までは不良しかいなかったんで誰も期待しないと思いますけど、校長の自分に期待しているということでいいですか。技術レベルが2に上がりました。1日の終了。あ、今日は登山遠足の日、富士山に登ってきました。高山病で結構倒れてましたね。いやー山は空気がうまい。これだけ気持ちが良ければ生徒もリフレッシュですな。こいつもこの半袖で行ったんですかね。あ、みんな遠足行ってるからいないのか、学校に。わし一人じゃ今頃苦しんでるだろうな。生徒指導できません。マジか。キュータと番長のイベントが初回以降ないんですけど。おはようございます、校長。昨日面白い話を耳にしました。笹本という生徒覚えてますか。彼は中学時代野球部に所属し、プロとしての将来も期待されていて、とても優秀だったらしいのです。彼が野球部に入部すれば再びスポーツ校になることも夢ではありません。まあ、ピッチャー強ければなんとかなりますからね。笹本は2年 B 組、4球種あり、総変化量14、球速157キロ、コーンスタビー、伸びえ、切り丸持ってます。あいつ2年生やったんだ。いや不良めっちゃ増えてる。だいぶ減らしたのにな。登山後に疲れていようが何をしようが練習はあります。体力レベル3になりました。じゃあ2年 B 組行きましょう。あ、全然いね。こいつか、黒髪。俺に何か言うか。笹本くん、野球部に入部してくれませんか。1億円でどうですか。悪いね、野球は嫌いなんだ。無理すんなよ球一、本当は野球やりたいんだろ。お前も野球やらないか。うるせえな、ほっといてくれ。なんだよそんなに怒るだよ。もう言わねえからさ、あまり俺に関わらないでくれ。余計なこと言ったら球一に怒られるから。射程1号。番長は3年生か。あいつも野球部入んないかな。まあ徐々に野球に心を引き戻していきましょう。あれなんだ、早っ。こいつ瞬間移動で来てる。さっきはどうも。こいつ足速いだろ。野球部に入れ。校長は球場野球部に入部させないの。もちろんです。その前に君、敬語を使いなさい。じゃあさ、協力するぜ。球一にはまた野球をやってほしいからな。ええやつやん、こいつ。何か知りたいことがあれば言ってよ。球一くんの野球が嫌いな理由。球一くんに野球をさせたい理由。ああ、まあ、嫌いな理由から聞くか。おう、何でも聞いてくれよ。球一さ、中学の時、野球部のエースだったんだけど、大事な試合で負けちゃったんだ。それで球一のやつ、負けたの俺の責任だって、野球部を辞めたんだ。メンタルが弱いですね。でも俺昨日見ちゃってさ、あいつが自分の家でピカピカにグローブ磨いてんの。なんだこのいいストーリーは。だから野球が嫌いなんて絶対嘘だぜ。これは俺が球一を野球部に入部させる理由にも関係あるんだけどさ。校長も知ってると思うけど、球一と番長って仲悪いじゃん。まあ仲悪そうですけどね。でもあの二人って中学の時は仲良かったんだ。番長が4番打ってたんですかね。あの頃は番長が応援団長で、球一は野球部のエース。マジで名コンビだったな。俺が主にあんな理由で球一が野球を辞めたことを番長は許せないんだよ。それであの二人は仲悪いと思うんだ。多分ね。多分ねって。知らんけどみたいな。まあ野球を辞めたことが仲悪い原因なんだから、球一が野球を始めれば、あの二人が仲直りして、名コンビ復活ってことさ。でもどうやって球一を野球部に入部させるんだ。まあ、わしがやるか。校長、すぐにでも球一を説得しましょう。いきます。校長、動きます。ちょっと階段取れないんですけど、こいつ。階段を塞ぐな。階段を塞いだやつが一番ゴミですからね。マジでクズすぎる。よし。いた。球一、わしも若い頃は弱小校の8番を打っておった。勝負せんか。またあんたか。なんかよ。球一くん、お願いがあるのですが。ぜひとも野球部に入部していただきたい。野球部には君が必要なんです。校長、あんたもしつこいね。野球は嫌いだって言ったろ。何ですか、試合に負けたくらい。あなたが野球部を辞めたのは責任を取るためではありません。自分に自信をなくし野球部から逃げ出したんです。なんだとこら。逃げ出しただと、この野郎。上等じゃねえか。その挑発乗ってやるよ。単純すぎる。今すぐ野球部に入部して全国大会で優勝だ。優勝したら辞めるからな。
まあ、これで一件落着という感じですね。じゃあ校長室に戻ります。やりましたな校長。野球部に球児が入部すればすぐに全国レベルですよ。なんといってもクリア条件はクラブの成績を全国3位以内にすることですからな。校長先生おはようございます。さあ今日も頑張れそう。今日も指導優しく。よし残り5人。もうそうした。あれ野球部も体力4、技術3、根性3、全部レベル3以上になってるんですけど、成績5位、全国いきなり5位になってる。あいつが入部した次の日に。おはようございます校長。本日は学校が休み。学校休みでの練習は来てほしいですけどね野球部。まあいいや、進めていきましょう。あ誰だ。おはようございます校長。今日は松田柔道士がお見えになってます。お久しぶりです。撲殺員ドドンパ校長。今日はお話がありまして。これ前の教頭ですかね。松田グループのドン松田柔太郎を覚えてますか。まあ私の兄なんですが、その松田グループの出資で効果の CD をリリースするという話がありまして、この学校の効果も CD にしませんか。ぜひお願いします。宣伝をどうしましょう。 CM に力を入れる。でイメージキャラクター誰にしましょう。イメージキャラクター91にしよう。あいつイケメンなんで。効果はビートルズに歌ってもらいます。なんだプールでうなぎが泳いでいる。そんなことある。どうしましょう。食べます。先生それちょっと、いや食うやろ。技術がもう少しでレベル4になりますね。今成績4位ですね。根性も4いけばいけるか。守備練習が一番いいや。鉄壁の守備、無失点で抑えて、でまぐれでヒット打って勝つという感じですね。おはようございます校長。今日は文化祭の日。楽しそうですね。ただ文化祭の日も普通に部活やりますからね。ということは今日誰もいないのか学校に。じゃあ寝ましょう。1日空けると不良がめちゃくちゃ増えるからな。体力レベルももう少しでレベル5になりました。ただ順位はわからない。根性が4になればいける。教授にいけるか。教授無理か。松田十三 CD の売上枚数が発表される日。これから最後の宣伝をします。その宣伝のターゲット層、やはり40代ですね。40代に刺さる効果を作ります。さあこれで上がった。全国3位。一応もうちょっと上げよう。優勝までいってもいいですけどね。優勝するとあいつ辞めちゃうんで2位ぐらいにしとこう。売上枚数は94万枚クソ売れてるんですけど、4700万ゲット。 CD がっぽりですね。おはようございます校長。今日は音楽鑑賞の日。心が休まりますな。おはようございます校長。今日は本校の卒業式。今年度の卒業生は39人。なんか卒業式っぽくない音楽がめちゃくちゃ流れていたんですけど、あんな爆音で鳴らしてて大丈夫だったんですかね。決算、今年度は黒字のようですな。先ほど生徒から聞いたんですが、何やら校内を女子高生がうろついてる。不法侵入ですね。機械研究室でよく見かけると言っていた。ちょっと不良が増えすぎて部員がめっちゃ減ってる。40人いたのに。やっぱ不良は構成させないとダメか。どこだ機械室は。これか。これですね機械研究室。校長先生一体どうしたんですか。ここに女子高生が出没すると聞いたんですが、見かけませんでしたか。金で私が買い取ります。女子高生。ああ、あいつのことかな。それ間違い。あれは女装で中身のとこ。あいつさっき早退したから今日はもう来ないと思うけど。校長に一言もなしに早退するとはありえない。あいつならまた明日になればここにいると思うけど。何ですと。男子が女装ですか。かー情けない。そういうの言うと炎上しますよ。もう時代は変わったんです。あ、部活1位になってる成績。もう全国制覇してるんですけど。じゃあもう練習する必要ないですからね。不良さえなければもう大丈夫です。女装生徒見に行きましょう。あ、こいつか。わしは男でも女でもいけるぞい。ここ校長、なんでこんなところに。もういいですねこいつ。なぜ男性の君が女子の制服を着てるんですか。今すぐ指導室に行くように。こういうのはもう大ごとにしたらダメなんですよ。はい、すぐ行くわ。家行きます。指導室来ました。私、あ、間違えた。僕に何か用ですか。君はなぜ女装を。趣味です。趣味ですか。ただ男子校で女装はちょっと危ないですぞ。女装はしちゃダメなんですか。学校ではやめてください。その代わり家で女装します。それはもう52という感じですね。私もやってますから。これなら文句は言われないわよ。それじゃあ着替えてくるので失礼するわ。分かってくれてよかった。そうですか、今度は家で女装。まあご家族が許可しているのなら私たちはどうしようもないですな。今日はマラソン大会。じゃあ帰ろう。
おはようございます、校長。昨夜大変な事件が発生してしまいました。町で大山が暴力事件を起こしてしまった。退学です。何でも相手は修学旅行で沖縄に来ていた男子高校生。何をやっとるんだ、あいつは。おい、何の用だよ。俺をこんなところに呼び出しやがって。お前は自分が何をしたのか、分かってんのか。全く反省しとらんな。京都、彼の話を聞きましょう。何か理由があるんでしょう。休一をバカにされたとか、そういう感じじゃないですか。話すことなどない。俺がよそ者を怪我させた。それだけだ。もういいだろう。定額でも退学でも好きにすればいい。しかし理由も聞かずに処分はできません。俺、知ってるよ。黒ずくめの男は三条。誰だ休一玉一だったんだ、こいつ。今は大山の指導中だぞ。早く出て行きなさい。うるせえよ、この筋肉バカ。そこのアホ番長が大暴れして、30人も病院送りにした理由を。30人はちょっと警察行けじゃないですか。生徒署で済むんですか。おい、お前は関係ないだろ。早く出て行け。こいつももう目覚めてるんですけど。お前顔が赤いぞ。なんだ、恥ずかしいのか。いいじゃん。昨日のお前はかっこよかったぜ。もう完全にこの二人できてるから。昨日の彼さ、見慣れない奴らが中学生をいじめてたんだよ。それ見てこいつ怒っちゃってさ、このバカたりがあって。その後は知っての通り。しかしだな、大山。いくら助けるためとは言っても、今回の件はやりすぎだろう。まあ理由がそういうことなら、今回のところは退学はないまでも、処分は受けてもらうぞ。処分するなら、早くするがいい。じゃあグランド10周。100キロマラソン。そんなことでいいのか、校長。あんたも甘いな。よし、一件落着。おい校長、あいつは悪くねえぞ。なんだかんだいいやつですね。なんと本校の保健員と大山がデートしていた。マジかよ。先ほど二人を探したんですが見当たりませんでした。校長先生も思い当たるところを探してみてください。思い当たるところ？あいつ玉一がいるのに浮気したのか。とりあえず保健室行きますか。あ、普通に保健室にいるんですけど。お前らもうちょっと隠れろよ。なんだよ校長。噂は知っていますか？ああ、知ってる。相変わらずバカだな、肉太郎は。勘違いにも程がある。俺が好きなのは玉一だ。俺が保健員とデートなんてするかよ。どうかしてるな、バカバカしい。ほんと、教頭先生ったら開けちゃいますね。教頭は保健員が好きなのか。はっはっは。揃いも揃ってバカだな。確か昨日、俺と保健員は一緒に買い物に行った。言ってるじゃないですか。それはデートと言わないのですか。もう校長先生ったら、こっから先は重要なんですよ。校長、これは内緒だぞ。まさか。いや、大したことじゃないんだが、そろそろ俺の妹が誕生日だな。妹か。よかった。たまにしかと思った。何をプレゼントしたらいいのか、全くわからなくてよ。しかもここは男子校だから、こんなこと聞けるの、保健員だけだろ。いや、自分に聞いてくればよかったのに。だから一緒に行って選んでもらったんだよ。あの筋肉バカに本当のことを伝えておいてくれ。わかりました。あの二人、何か言ってましたか？この筋肉バカという。いいよ。この筋肉バカが何ですか急に。いくら校長でも。それは言い過ぎですよ。言い過ぎました。すいません。そうでしたか。いや、お恥ずかしい。私はてっきりデートだと。余計な仕事を増やしやがって。今日はスケート大会の日。スケートやってますね。今日は卒業式。お、校長。これで俺たちも卒業だ。俺さ、校長のおかげで人生変わった気がするよ。本当にありがとう。ええやつや。これで校長ともお別れだな。校長、あんたのおかげで俺は学校が楽しくなった気がする。まあ、好感度ゼロですけどね。俺たちにとってあんたは最高の校長だ。本当にありがとう。校長先生、2年間ありがとうございました。あなたは見事に全国3位以内という快挙を成し遂げました。あなたにお願いして本当によかった。さあ、撲殺員ドドンパ校長、あなたを必要としている学校が他にもあるはずです。私はあなたを応援します。頑張ってください。というわけで、無事にクリアすることができました。まあ、このシナリオ2章結構良かったんで、3章やるかどうかちょっとわかんないですけど、まあ、今回はこの辺で終わっていこうと思います。お疲れ様でした。